この動画では e ースクエアスタジオのスマートコンフィギュレーターを使用して UART 通信プロジェクトを作成する方法を紹介します。このデモでは PC から ASCII 文字をターゲットボードに送信します。ターゲットボードはデータを解析し応答データを生成して PC に返信します。エラーが発生した場合はターゲットボードから エラーに対応したデータを PC に送信します。このデモでは eSquare Studio がインストールされた PC と e2Lite エミュレータールネサス製の RL78G2364 ピンファストプロトタイピングボードを使用します。まずマイクロ USB の Type-B ケーブルで USB シリアルコンバーターに接続し続いて e 2 l i t を ターゲットボードのエミュレーター用コネクターに接続します。eSquare Studio を使用してデモを行います。インストール方法はこちらのビデオを参照してください。RL78 スマートコンフィギュレータープラグインは GUI の設定に基づいて UART 通信のドライバーコードを生成します。このデモではターミナルソフトとしてテラタームを使用します。 GitHub から入手可能です。ターミナルソフトの設定は、スマートコンフィギュレーターの UART の GUI 設定に合わせる必要があります。まず、eSquare Studio で RL78 プロジェクトを作成する方法を説明します。eSquare Studio のツールバーから、Lunesis CCRL Executable Project を選択します。プロジェクト名を入力します。 使用したいターゲットデバイスを選択します。このデモでは、RL7F100GLGXFB を選択します。Use Smart Configurator が選択されていることを確認し、終了をクリックします。プロジェクトが作成されました。ここで、UART 通信コンポーネントを設定します。コンポーネントタブで、コンポーネントの追加ボタンをクリックします。 UART 通信コンポーネントを選択します。送信受信モードを選択します。リソースに UART0 を選択し、終了をクリックします。コンポーネントタブで送信タブと受信タブを設定します。コンフィギュレーションプロブレムウィンドウにエラーがないことを確認します。コードの生成ボタンをクリックし、続けて続行ボタンをクリックします。コンソールウィンドウに コード生成の終了と表示されます。次に、ユーザーコードの追加とプロジェクトの実行を行います。メイン関数が含まれているファイルを開きます。UART のステータスと受信バッファー及び PC への送信データのグローバル変数、プライベート変数を宣言します。受信バッファーを設定し、UART 受信を有効にします。メイン関数にホワイルループを追加し、 受信エラー解析及び応答データ送信のコードを追加します。正常受信データ解析及び応答データ送信のコードを追加します。コールバック関数が含まれているファイルを開き、ユーザーコードエリアにグローバル変数の外部宣言を追加します。送信完了フラグの設定、エラーフラグの読み込み、エラーフラグのクリアの処理を追加します。 各コールバック関数は、それぞれの割り込み関数によって呼び出されます。プロジェクトエクスプローラーで、プロジェクト名を右クリックし、プロジェクトのビルドを選択します。エラーがないことを確認します。プロジェクト名を右クリックし、デバッグの構成を選択します。切り替えをクリックし、デバッグパースペクティブを開きます。再開ボタンをクリックして、プログラムを実行します。 メイン関数の先頭でプログラムが停止します。もう一度再開ボタンをクリックして実行を開始します。PC のターミナルソフトで大文字の T を送信すると大文字の OK が返信されます。小文字の T を送信すると小文字の OK が返信されます。数字の1を送信すると大文字の UC が返信されます。ターミナルソフトのパリティ設定を奇数パリティに設定し、 小文字の t を送信すると pe が変信されます。その他のエラーが発生した場合もエラーに対応したデータが変信されます。スマートコンフィギュレーターの詳しい情報はルネサスウェブサイトを参照してください。